はいよ、いつべいかさち。皆さんこんにちは、パエのさっちゃんです。今日はサワー種を使って4種類の惣菜パン作っていきたいと思います。生地自体はね、とってもシンプルな生地ですけれども、いろんな具材を合わせることによって、チーズのパン、ハラペーニョのパン、ハム&チーズ、そしてソーセージロール、こちらの4種を作っていきます。それでは早速見ていきましょう。 Let's get started。 はい、それではまず生地作りから見ていきましょう。ボウルの中にお水が測ってあります。そこに液状のサワー種ですね、こちらを測っていきます。はい、こちらは必ず元気な元種を使ってください。お水に今浮いているの分かりますでしょうか。はい、しっかりと発酵した元気な元種を測ったら、まずお水と元種をボウルの中でよく混ぜておきます。そしてこちらには純強力粉ですね、こちら測ってありますので、そこに今お塩、そして今回インスタントドライイースト少し入れます。そしてモルトですね、これも加えていきます。はい、そしてこちらのボウルの方をよく混ぜておいてください。そこにですね、先ほど測っておいたお水とサワー種、混ぜたものですね、こちらを加えていきます。はい、そしてカードを使ってこのボウルの中よく混ぜておきましょう。生地を切るような感じでボウルを回しながら混ぜていくと、だいたい5分もしないでこの状態になると思います。もう底の方に粉がね、全然残ってないような状態になります。こんな感じですね。まだ生地はボソボソしていますけれども、粉気がなくなればもうこれで大丈夫ですので、この状態まで混ぜたら30分生地を寝かせます。はい、この段階で今生地温が26度でした。こちらが30分後の生地になります。生地がね、少し伸びるようになってきました。はい、そしたら生地の端をつかんで伸ばしながら中央に折り重ねていきましょう。生地の周りを一周したら生地をひっくり返して、この状態でまた30分寝かせます。はい、この段階で生地の温度26度になります。はい、さらに30分経ちました。生地温25度に下がってきましたね。この日室温23度でしたので、少しずつ、生地温も下がってきました。これからコイルフォールドしていきます。生地の周りを少し剥がしたら、中央あたりを持ち上げて前後左右というふうに折り込んでいきます。生地の下の方にね、生地の端を折り込んでいって、生地の表面を剥がしていきます。これを30分寝かせて、コイルフォールド全部で3回行っていきます。こちら30分経ったものですね。生地温24度に下がってきました。この生地の温度は23度を下回らないように気をつけてください。先ほどと同じようにコイルフォールドをして生地を張らせていきます。で、終わったらまた30分寝かせて、はい、今度3回目のコイルフォールドですね。まあ23度になってたかな。で、コイルフォールド3回目が終わったら、これで一次発酵に入ります。冷蔵庫で6時間から12時間を目処に一次発酵をとってください。こちらは冷蔵庫で10時間、その後室温に2時間置いた生地になります。生地温はですね、15度から18度ぐらいの間で、今からやる分割していくと、きれいに仕上がっていきます。表面にね、少し粉をひいたら、それを台の上に移動していきます。で、この生地を分割していきます。今回はですね、1玉が70から80グラムで分割していきました。はい、それで全部分割し終わったらですね、今度は軽く丸めて表面を剥がしていきます。この時ほとんどね、中のガスは抜いてない状態です。近くで見てみましょう。この裏になっている方は先に、粉をつけたので、そんなにベタベタしてない方ですね。そこをくるっと外側になるように丸めていきます。で、方向を90度変えてまたくるっと丸めてあげると、そんなにね、きつく締めずに、表面を張った状態にできます。で、この状態にしたら、15分から20分ベンチタイムを取りましょう。はい、それではチーズパンから成形していきましょう。ベタつく時はね、少し手粉使って、台の上に置いた生地を手のひらで押し付けるようにして、中のガスを抜きながら、丸くね、平らに伸ばしていきます。
で、ある程度伸ばしたらですね、手のひらに乗せて指をこういうふうに折り曲げてあげると中央がへこみますね。そのへこんだところにチーズを乗せていきます。で、乗せたチーズがこぼれないように親指で上から押さえてあげる。そして周りの4本指を、折りながら、生地をお皿状の形にしていきます、ね、で、親指はチーズをこぼれないように上から押さえておく、はい、そして、両手を使って生地の端をまとめて中央で閉じていきます、はい、もう一度見てみましょう。この生地がですね、ベタついてくると成形しづらいので、粉はね、少し多めに使っても大丈夫だと思います。で、ある程度台の上で伸ばしたらですね、ちょっと周りをね、こう成形しやすいように、この周りの部分を少し伸ばしてあげておくと、まあ、閉じやすいかなと思います、最初の時ね、はい、で、先ほどと一緒です。手のひらに乗せて指をぐーっと曲げると中央がへこみます。そのへこんだところにチーズを乗せていきます。はい、で、乗せたらそのチーズこぼれないように親指で上から押さえます。で、その親指を囲むようにですね、残りの指をこう折り曲げていくと、指に沿って生地もね、ぐーっと曲がっていきます。で、そこにまたチーズちょっと乗せて足していきます。で、親指をぐーっと下に押し付けながら、その親指を囲むように残りの4本指を曲げていくと、はい、で、今回はですね、チーズを1つの玉に 30g ずつ入れていきました。まあ、ここはですね、量が多くなってくるとちょっと包みづらくなってくると思うので、まあ、できる範囲でね、やってみてください。これ中央で包むときはですね、少しずつ生地を回転させながらやっていくとね、均等にこう丸くなっていきます。はい、いくつかね、練習していくと少しずつ慣れていきますので、少しずつ挑戦してみてください。真ん中のところはね、あまり薄くしないようにして伸ばしています。はい、中央あたりにチーズを乗せて、その中央のチーズをこぼれないように親指で上から押さえます。で、親指をぐーっと下に押し付けるのと同時に、残りの指は親指を囲むように折り曲げます。そうするとね、指に沿って生地がこう曲がってきますので、その曲がってきた生地の端を生地を回転させながら閉じていきます。はい、で、次はですね、もう残りは簡単です。ベタつくようでしたら、ちょっと手粉ね、こんな風につけてあげて、ただ綿棒でこう伸ばすだけ、これだけです。で、これは発酵させた後に具材をね、上に乗せていきます。で、先ほど包んだチーズパンはですね、この伸ばすだけの成形よりちょっとね、発酵時間かかりますので、鉄板はね、別にして、発酵を取った方がいいですね。はい、で、二次発酵を取ります。で、発酵を取ってる間ですね、ハムチーズにのせる、これはオニオン、スライスしていきます。だいたい玉ねぎ中ぐらいでしたら4分の1ぐらいあればいいかなと思います。で、少しお水につけておいてね、で、使うときはお水切っておいてください。今回ソーセージはどのくらいかな、10センチ12センチぐらいの長さのものですけど、これもお好みのものを使ってください。ハムはね、ダイス状のものがありましたので、こちらを使っていきます。はい、で、まずハムチーズですねに使う、先ほど切ったオニオンのスライス、これ水を切ったものを使ってください。これを20g ですね、ごめんなさい、20g 生地の上に中央あたりに乗せたら、
これをねぐーっと上から押し付けます。乗せるだけではなくてぐーっと押し付けます。そうすると中央のところだけがねへこむ状態になってます。はい、で今度ソーセージ、これはですね、まあ別の生地の上に中央あたりに乗せて、これもぐーっと上からね押し付けてください。はい、そして先ほどのダイス状のハムですね、こちらは 30g 乗せていきます。そしてハムを乗せたら、またこのハムもですね上からぐーっと押し付けていきます。はい、そして先ほど紹介し忘れました、こちらはハラペーニョの、ピクルスですね。これはあの日本ではあの業務スーパーなんかに輪切りのものが売ってるそうなので、よかったらそれね、使ってみてください。で大きなものは2つぐらいで十分ね、結構辛いんですよこれ。で小さめのものはまあ3つぐらい乗せていいかなと思いますけど、この辺もまあお好みでね、調整してください。でこれをですね、このスプーンの腹を使ってやっぱりぐーっと押し付けながら生地の、中にねこう入れ込むような感じで乗せていきます。それからソーセージロールの横の部分にですね、少しケチャップをこうかけてあげるとちょっと味が締まってね美味しくなるので、はい、ケチャップ乗せてみました。でこの上に、先ほどのチーズパンで使ったコルビジャックチーズですね、これを乗せていきます。だいたい 15g ずつこう乗せるんですけど、このケチャップの上のところにですね乗せてあげると、袋なんかにね入れるときは袋にケチャップがべちゃっとついちゃったりするんですけど、このチーズでね上カバーしてあげるとそういうことなくね、包装できるので、私はいつもねちょっとあのチーズ乗せるときはケチャップの上あたりを狙ってかけています。それからハムとチーズのこうパンもですね、ハムがダイス状でこうバラバラになりやすいんですけども、この上にチーズを乗せてあげるとチーズがね接着剤代わりになってボロボロになりにくいので、全体に乗せていきます。それからハラペーニョはですね結構辛みがあるので、チーズ 20g くらい少し多めにね乗せて、これで調整ですね。はい、で今度チーズパン、やっぱりね発酵を取った後に、中央あたりに切り込みを入れて、ここにさらにね 20g チーズを足していきます。こうするとですね、焼いてる間に生地がこう、生地から少しこうチーズがね、上に周りにっていうのかな、こうはみ出てる感じがね、見た感じすごく美味しそうに見えるので、最初から 50g を包むってちょっと難しいと思うんですよ。なので最初に 30g を包んだら、後から 20g こういうふうにね切り込んだ上に乗せていってあげると、焼いた時にねすごく美味しそうに見えます。結構たくさん使えますよね。はい、でこちらもこれで調整です。210度でまあだいたい12分ぐらいを目処に焼いてください。でこの時にですね、少しあの霧吹きをねしてあげると表面がパリッとしてね美味しく焼けます。はい、で3分ぐらいしてねもう一度霧吹きしてあげると、こうスチームのね効果がはっきりと出てきます。でこちらが12分焼いたものですね。はい、今回やらなかったんですけど、ハムチーズなんかはですね上に、パセリ、ドライパセリなんか振ってあげるとねすごく見栄えがすると思います。はい、ということで、今回は4種類のお惣菜パンですね、1つの、パン生地で作ってきました。はい、ケントさん、はい、これ選んでもらいます。 Which one do you want?Cheese. Here you go. Mm. All right, taste it, please.
I want to describe. I want you to describe how it is. It's ham and cheese and crunchy bread. そのままだね。Do you like it? Mm. It's good that the flavors are very good together. Everybody, hi. Are there onions in it? Yeah, I put onion too. Onions, ham and cheese. Hi. It's good.ということで美味しいそうです。ありがとうございます。 Thank you for your cooperation, ケントさん。はい、はい、ということで今回の4種類は、一例ですけれども、ハラペーニョの代わりにオリーブを入れたりですね、ハムの代わりにコーンを使ったりですね、もうお好きな素材で、いろいろアレンジしていただければと思います。はい、今回の動画無料版はここまでになります。チャンネル登録、それから動画への高評価、ぜひよろしくお願いいたします。この後ですね、メンバーシップ限定動画の方でさらに詳しいお話を進めていきます。メンバーシップ詳細に関しては概要欄の方に説明リンクを貼っておきます。そちらをご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。 See you next time。インスタグラムもやっております。アメリカジョージア州でパンの販売をしている様子をね、投稿しておりますので、ご興味ありましたらそちらも覗いてみてください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 OK guys, thank you for watching. I'll see you in the next video. See you soon.